ランモバの女キャラは父デカが多いのも魅力ですよね。そこで今回は、ランモバキャラの中で最も父揺れがすごいのは誰か、ランキングトップ10にしてみようと思います。それではスタート。10位ファミリア。外見はまだ幼いながらもしっかりと父揺れさせてます。あの父の部分は鎧じゃなくピュアなんでしょうね。これでも食らいなさい。10位ユリア。水着のような服で父揺れしてますね。ハミ乳してるのもポイントですね。8位ミスティル。赤いドレスに魔族肌の父が妙にエロいですね。カメラ目線で父を揺らしてくれるサービス精神も素敵ですね。7位ジェリー。元気いっぱい父揺れしてますね。残念ながらエルスはないけど、横乳はしっかり見せてくれるところがいいですね。6位マリエル。メガネにムチムチの体がすごくエッチですね。腕をしっかり上げて父揺れに誇りを感じますね。5位メルダ。上から目線で父揺れしてますね。父に触ったらムチで叩かれそうな感じもいいですね。4位ラムダ。ノーブラスーツで父揺れしてますね。ぽよんぽよんな父揺れがとてもエッチですね。3位プラレット。自慢のロケットおっぱいが元気よく揺れますね。80年代アイドルみたいな水着もダサ可愛いですね。2位レナータ。ツンツンしながらもしっかり土揺れしてますね。こっちを見つめながらしっかり土揺れサービスも忘れないところがいいですね。1位マイヤ。露出ギリギリのポロリしそうな父揺れですね。変態メイド的な衣装が似合うのもいいですね。ということで、ダンモバ父揺れランキング1位はマイヤさんでした。ダンモバは父揺れを楽しむゲームです。これからどんな父揺れキャラが出てくるのか楽しみですね。それでは第2回にもご期待ください。最後までご視聴いただきありがとうございました。